東屋の日日これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日日これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。東屋の日日これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや言葉の処方箋があれば、そういったこともお話しいたします。なぜならば、歴史は繰り返す。昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。10月9日、今日は何の日？1950年の今日、池田重明が亡くなりました。池田重明は実業家で政治家です。池田重明は1867年に米沢藩士池田成明の長男として生まれました。米沢藩の米沢中学、これは現在の米沢工場藩高校です。米沢中学で漢学を学んだ後、1880年頃東京に出てきて儒学と漢学を学び、新聞学者へに進学します。新聞学者というのは当時の有名な進学予備校の一つで、洋学や漢学を扱い、余談ですが森鴎外もここでドイツ語を学んだそうです。1888年に慶応義塾別科を卒業後、大学部が設立されることを聞き、東京帝大の受験から転換して、その後約1年半イギリス人について英語の個人授業を受け、1890年に新設された大学部理財科、現在の慶応義塾大学経済学部に入学しました。学校推薦により渡米、ハーバード大学で経済学を修め、1895年に5年間の留学生活を終えて帰国後、三井銀行に入行しました。1919年、重明は三井銀行の筆頭常務に就任。さらに1933年には三井財閥の最高指導者となり、役員定年制や社会事業のための三井報恩会の設立など、財閥の改革を推進しました。1936年には自らも70歳で三井を退職。翌1937年に第14代日本銀行総裁に就任しました。同年、近衛文麿首相に追われて内閣参議になり、さらに1938年からは第一次近衛内閣で大蔵大臣兼商工大臣を務め、さらに政府に追われて大蔵省顧問、中央物価委員会会長、北品開発株式会社及び中品振興会社の創立委員となりました。重明は第二次世界大戦に向かう時代の中で、国防と財政の調和、軍需生産の確保に努めました。戦時中は内閣参議や枢密顧問官を務めました。戦後、三井財閥の解体を主導しますが、その一方で永久戦犯容疑者に指定され、巣鴨刑務所に拘留されました。1946年に釈放されましたが、後に公職追放となり、神奈川県大磯町に引きこもり隠遁、三井財閥に対する影響力を喪失しました。重明は名前をお読みして清貧とも言われますが、身辺は質素で清貧と呼ばれていたそうです。この清貧という言葉を聞くと、なんか米沢藩だなという感じがしますね。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。